どうもこんにちは。今回はアイアンクラフトさんのアイアンプレートミニをご提供いただきましたのでご紹介していこうと思います。鉄素材で作られた焚き火でも IH でも使えるミニフライパン。スキレットなどより薄い、軽い、強いというフライパンで、密度が高いので熱伝導率も良く、さらにですね、保温効果も高いので冷めにくいのがこういった鉄素材のいいところじゃないかなと思います。このフライパンの深さなんですが、 CB 缶の蓋を入れるとですね、頭が少し出るくらいの深さになっています。すり鉢状になっているので料理もお手入れもしやすくなっています。また専用ハンドルもついているので取っ手が熱くならないのも特徴の一つです。注意点としてなんですが、使う前に必ずシーズニングが必要です。手順としては、水と洗剤で軽く表面を洗う。水を沸騰させて表面の汚れを浮かせる。しっかり空焼きしてから冷ます。表面全体に油を塗っていく。ちなみに今回はアマニ油を使いました。こういった作業を最初に行っていきます。しっかり空焼きして冷ますという作業と表面に油を塗っていく作業、これを 4、5 回繰り返しましょう。その後油を引いたフライパンでくず野菜を焦げ目がつくまでしっかり炒めて、1から3の手順を行います。これでシーズニングが終わってフライパンが使える状態になりました。はい、じゃあここからはですね、実際に使っていこうと思います。せっかくなんでね、焚き火台を用意しました。ラプカです。ラプカの上でちょっと焼いてみようと思います。でね、これね、結構やっぱ作りがいいです。作りがいいので、こんな感じでね、鐘のようにね、鳴ってくれます。結構ね、細かいところですけどね、こういうところがちょっと良かったりしますよね。このフライパンでの初めての料理ですが、深さもあるので煮込みハンバーグを作ってみようと思います。今回はですね、煮込みハンバーグの素とキノコで簡単に作っていきます。大きさとしてはハンバーグ2個ぐらいまでは焼けると思いますが、キノコや野菜も付け合わせて食べたいという場合は1個ぐらいにしておいた方がいいかもしれません。まあ、そういった意味でもですね、ソロキャンプに向いてるフライパンだと思います。煮込みハンバーグはですね、作り方がとても簡単なのと、保温効果の高いフライパンで作っているので、熱々の状態がかなり長持ちしました。 IH でも使えるというのがこのフライパンの嬉しいところなんですが、かなり熱くなるのと長時間熱をキープするので、テーブルに置く場合はテーブル側が焦げないように注意が必要です。空焼きするとですね、ストーブぐらいの熱さになったので、火傷しないよう使用には十分注意してください。こちらは一人用のバーベキューコンロなんですが、この上に乗せるとですね、ぴったりな感じの大きさでした。ソロキャンプでこんなフライパンを使いながらじっくりステーキを焼くというのもかなり楽しめるんじゃないでしょうか。
味付けは塩コショウのみでいただきます。シンプルなんですが、こういうのが美味しいんですよね。使った後は水洗いをした後にお湯を沸かして汚れを浮かせ、枯れ焼きしてから錆びないように油を塗って保管するお手入れが必要です。ちなみにこの製品は袋付きなので、取っ手と一緒に収納してキャンプ場に持っていくことができます。焚き火が好きな方はですね、ぜひこのフライパンを検討してみてはいかがでしょうか。やっぱりね、こういうフライパンってロマンを感じます。最初のシーズニングもそうなんですが、毎回お手入れが必要なので手はかかるんだけど、一緒に育っていける楽しさ、そういった感じがありますよね。いろんな熱源に対応してくれるので楽しめるフライパンだと思います。ということで、今回はアイアンクラフトさんのアイアンプレートミニをご紹介しました。それでは。